こさんこんばんは。できましたよ。80には3つ目、3つ目できましたね。なんか綺麗にまとまった感じがするのでいきましょうかね。3つ目はあれでしたね。収入の結婚観の話でしたね。ちょっとその話もまた非常に少し考えるのに時間かかったんで、はいかかったけどできました。はい、ということで早速いきましょうかね。なんで結婚するのっていうお題でしたよね。なんで結婚するんですかねみたいなね、お題で、女性はねこういう感じでみたいなねっていうところで、問いかけが多分なんで結婚したんすかねみたいないうとこだったのかなと思ったので、ちょっとこれについてお話ししようと思います。もうこの質問来たら確実にこっからは自分語りをしないといけないんで、自分語りになってしまうことをすいませんみたいな感じなんですけど、でちょっとまあその前に、その女性は自分が楽できると思うから結婚を決めるっていうね、これは最近気づきましたね。なるほどと、そうだったのかとでこれを言われて、こっから逆算して考えたんですよ。こっから逆算して、きっとそう、これが答えだとしてね、答えだとするんで、楽できると思うから結婚を決めたっていう、思考があるという前提で、じゃあなんで妻は結婚したのかなというところを分析していったところ、おそらくこうだというのが見つかりました。で何かなっつうと、一人で絶対に家事をやりたくない、家事をやってくれるかなと。でこれもいろいろ言ってて、親が、妻の親家族が、母親が一人で家事を全部してたんで大変だったと。だからうちの父親が全然家事を手伝ってないんで、母親がすごく大変だったと言ってたんですね。ふーんってね、別にどうでもよかったんですけど、ふーんって思ってて、だからこそそういう男性を求めたんじゃないかと。もう家事は一人で絶対やりたくない、だからそういうの見てるから、いつも辛そうにしてるの見てるから、もう家事を自分じゃ全部責任を負いたくないと、責任とかやりたくないっていうね、いうところがあったの、まあ、そういう男性を求めてたんだろうと。これは完全に、でもまああながち間違ってないと思うんですけどね。で、まあ、毎月ねちゃんとお金に私を運んでくれるかなと、まあ会社辞めないかなと思ってたんじゃないでしょうか。普通にね、まあ、自分もまさかね辞めると思ってなかったんでね、本当にまさかこんなことになると思ってないんで。であとはこれ3つ目ですね、まあ、そのもう3年も一緒に住んだからいいでしょうと。まあこれはその前もどっかで話したと思うんですけど、大学時代に自分は知り合って今の妻と、で大学4年時に1年間付き合ってます、で就職しました、就職して IT エンジニアになりました、で自分は東京を出身、東京の就職先を希望しました。まあ1ヶ月間は広島で研修して、その後1ヶ月後東京行きました。でずっと連絡別に取ってなかったんですけど、別に連絡取りたいわけじゃないんで、もともと自分は連絡なんて取ってなくて、勝手にメール来てただけだったんで、そしたらなんか東京にいるらしいということで、なんか東京におるんで、まあ、再会ということで、なんか向こうは
まあまあ、そういうことで、今度は彼女の寮、まあその時は当時彼女ですよね、妻じゃなくて、まあ、彼女の寮で、に住み込んだと。で、自分の寮があるんですけど、ね、一応、自分も寮あったんですけど、でそこで3年が過ぎて、まあ3年も一緒に住んだから、で、また新しい家に住んだんですけど、そこでも、ね、結局新しい家に住んで、もうなんか新しいね、もうずっと住むのもあれなんでっていうことで、まあ結婚したっていう経緯がありますよと。で、この一緒に住み始めた当時かな、一緒に住み始めた当時に、まあもともと自分なんて家事も知らないんで、やったことないし、親元でずっと過ごしてきたんで、でも何も知らないんで、なんかこう何も知らない自分に家事を教えて、なんか5万円だったんですよね。まあ今の、まあ当時彼女が、まあ、同棲して始めた頃ですね。何が面白いんだろうなと思う。当時何がそんなに嬉しいんだろうなって不思議に思ってたんですよね。こんなね、大したことないことをね、人に教えて、自分がやったことに対して何が嬉しいのかなと。まあ喜んでもらえるのはまあいいことかなと思って、まあやってたんですけど。まあそれがね、こう今考えると、なんとなくからくりが見えてくるかなと。まあずっともう見えてたんですよね。その子供が生まれたりとかね、その先とかずっと。で、自分は自分で、その自分の会社の借り上げ料あったんですよ。で、借り上げ料あって、ほとんど住んでないんですけど、会社の寮費を払ってたっていうことがあって、まあ、ずっとその彼女の寮に転がり込んでましたからね。で、時々その気まぐれにやっぱり寮に帰ったりしてたんですよ。まあ、ずっとね、いるとなんかやっぱ嫌なこともありますからね。で、家にせっかく帰ったんだけど、まあその一応レオパレスなんで、ベッドとテレビが自動的にあったんですよ。で、あったけどやっぱりその孤独になると自分を制御できないっていうね、全くコントロール不能になって、おかしくなると。もう表現言うとおかしくなると。かつね、生活能力がまあなさすぎるんで、結局戻ると。まあ、要はその一人で生きるって経験があまりに少なかったんですよね。ずっと親元にいて。で、その一人で部屋に住むっていう経験がほとんどなかったんで。だからまあ、多分誰もがその一人暮らし始めたらこうなると思うんですけど、その孤独になると恐ろしい。なんか何かにこう飲み込まれるっていうか、まあそれにもう耐えられなかったんで、まあなんでもうこれは結婚かなという感じで結婚したと。まあ自分も、まあ確かにね、なんか不都合はいろいろ感じてたんですけど、まあちょっとやっぱりこれにね、耐える自信がなかったんで、本当に、孤独になると恐ろしいっていうかね、まあ、これはまあ置いとくんですけど、やっぱここですね、ちょっと一人になってね、自分のコントロール不能なのがどうしても、もう耐えられなくて、でも結婚した方がいいかなという感じで結婚したって感じで、だから自分の方は何も考えてないですよね。まあ妻の方、今、まあ妻か、妻の方はそういろいろね、こうお金の面とかね考えてたと思うんですけどね。まあ楽になる、要は楽になるっていうところが踏んだんで結婚したんでしょうけど、まあ3年も住んでればね、もうその恋愛感情みたいなのね、もう、とうにね、どうでもよくなるとこなんで。で、まあ結婚しましたよと。まあ自分はね、昼は会社行ってましたし、まあ夜は家事をするという生活はね、まあ言われるがままの生活は自分も楽だったんですね。だから彼女、妻側は家事をそんなに頑張らなくてもいいと。で、自分はね、もう、ただ家事をするっていうところに別に特段何も、疑問も、まあ疑問っていうか、ちょっとぼーっとしてたら本当にいろんな感情に飲み込まれちゃって、まあ、何も落ち着かないですよね。まあこう言うたら、フラッシュバックっていうやつですけどね。まあ、いろんなことを思い出されて、ちょっともう何もないんで、こう、ともかくずっと手を動かしてる。昼は仕事をしてる。夜はね、ずっと家事をしてるっていう感じで、その、なるべく空いた時間を作らない。リラックスしようとすると変な思考が紛れ込まれておかしくなっちゃうんで、なるべくこう動いてる状態を作るっていう感じにしてた。それが楽だったと。でもやっぱり考えるんですよね。いろんな思考がどん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 入ってくるから、ぼーっとした時に嫌な考え方とか、なんか
時には気持ち持ってかれたりした時に、一体こっち何が起きてるんだろうなと、おかしいぞということで、今度その疑問の追求を始めたんですよね。まあ、そこからこう、まあ、いろいろノートに書き出していろいろ考えたんですけども、だから頭に浮かんだことを全部ノートに書くみたいな、なんでこんな思考がどんどん入り込んでくるんだっつってね、せっかくリラックスしたいのに、なんかいろんなことがね、もう頭の中に浮かんで、おかしいじゃないかっつってね、もう全部出すみたいな、もう全部出すみたいな。でそういうことをやってくると、要するに自分じゃない誰かから言われてることっていうので、ほぼ自分が占められているってことに気づいたんで、これは誰かから言われてることが本当に正しいのかっていうのを検証しないといけないなと、まあ、要は自問自答ですね。自問自答と客観的推論のすり合わせだから、他人はこう言ってるけど本当にこれが合ってるのかどうかっていうのをあらゆる角度で検証していく。でそれが他人が自分を利用したいために言ってることなのか、それともなんか違う本当の優しさから言ってるのか、それとも打算的なのか、ただただ何も考えてないのかとか、そういうところのパターン分けっていうか、そういうのをいろいろやり始めたんですよね。まあそんなことやっていくと、まあ、その当初の結婚観にズレが生じてくるというのは、まあ、当然のことかなと。やばいなと、もう妻からしたらやばいなと、こっちなんかいろいろ考え出したなとそのままで良かったものをとね、いう感じで、まあいう感じですね、結婚観の話で言うと。なんで今ね、こうそこを状況に合わせてどのようにしていくかっていうところがまた今の課題なんですけど、だこうやってこういろんな方と今ね、本当にいろんな新しいことを自分で調べ検索して、新しいことを入れ、またね、アップデートしっていうことをどんどん繰り返してるんですよね。だから本当に昔は何も考えずに、ある一定のある一人の人からそれが正しいと言われれば、それをね疑いなく信じずっとやり続けたんですけど、どうやらそれではうまくいかないっていうことに気づいて、考えていって、で自分の考え方次第の一つでね、いろいろ変わるんだと。で今回のその、結婚、あれ前回の崩壊か、家庭崩壊のメカニズムだな、家庭崩壊のメカニズムっていう新しい、考え方を今回久保さんからいただいて、なるほどなと、そういう考え方もあるのだなということで、また一つ新しい思考が入ったなと。これすごいですよ、本当これすごいですね。多分もう生活がガラッと変わりましたからね、昨日とか今日で、すごい仕事できてますもんね。だって今日だって多分今日できてなかったですよ、じゃないと、こんなに仕事量こなせたの久しぶりですもんね。おすげえできてるわーっつって、えらい満足してるんですけどね、まだやりますけどまだやりますけどあすごい満足状態であるから、すごいこれ続けばなんかいいですね。多分こんだけやれば結構いい感じと思うんですけどね、本当に。だ今までずっとやれなかったところがやれてるんで、すごいいいですね。すごい、これがその どこかどこからどこまでがプログラムかわからないんですけど、ともかくその非常にお高い、ブレインバスタープログラムというのを久保さんの方がチョイスしていただいて、まあ、勉強させていただいてるし、もうすぐ実践してますよね。本当昨日やめたんですよ、昨日やめて今日もしなかったから、まあ、今日なんか大揉めしてましたけど、なのでもうね、稼ぎ手は稼ぐことしか考えちゃいけないっていうね、やっぱり損失がでかいっていうことに気づいたら、ちょっとすいませんと、ちょっと無理ですって言わざるを得ないんで、家庭崩壊になるっていうのを知ってしまったら、ね、そういうなんか未来のシナリオが分かってなかったらちょっとあれなんですけど、未来のシナリオを知ってしまったらもうすぐ改善しないとまずいということになりましたんでね、
ありがたいですよね。本当このタイミングで知らなければ、その家庭崩壊っていうところに進んでいたわけですからね。だから人は本当知るタイミングっていうのがベストじゃないとやっぱりダメで、その前だと多分気づかなくて、そのこの後でももう遅くてみたいな、まさにこうベストタイミングでいただいたんじゃないかなとは思いましたんでね。いや、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にっていうのを最後にこれ言えるとすごい良かったなと。ちょっとね、これタイトルが全然なんかハマってないような気がするんですけど、収入の不安定な男性お断りって、まあこれ初っ端の結婚観の話で書いたつもりだったんですけど、なんかちょっとうまくハマんなかったな。はい、ということで82話3本できましたね。よかったよかった、これで送れますよ送れますよよかったわ、本当できたできた。多分今までのやり方だったらこの3つこなせてなかったですね。まあ昨日もそうです、昨日の40分のやつも、えらい考えたんです、ごいむちゃむちゃ考えたんで、やっぱあれ考えるのに自分と向き合わなきゃいけなかったんで、今日もそういうことでね、いろいろ向き合うところがあったので、その向き合いながら資料を作るってえらい時間かかりますね、これやっぱりやっぱ自分の中を絞り出してる感じがするんで、まあでもね、自分に足りない部分っていうのがあるっていうことは、そこからそこを克服すればまた一つ何かが生まれるし、もしねそれを自分がその乗り越えた分っていうところは他に悩んでいる人に、自分が悩んだ分だけ人にこうお伝えできるんでね、いや非常にいい勉強になったし学びになったし、それこれがこう残ってますからね、資産として自分がどういうふうに考えたかっていうのが、まあ、なので非常にいい経験かなとは、いい経験させてもらったなと思ってますね。はい、ということでこの気になる男シリーズ第82話と81話79話のところですね、まあ、結婚崩壊するメカニズムから続いたちょっとお題だったんじゃないかなと思うんですけど、いや非常に学ばさせていただいたなと思います。はい、ということでそろそろ終わっていきます。そして気になる男ズーム対談ですね、とうとうその日がやってきました。いやー、やってきましたね、なんか来たるべき日がなんかやってきたなと思いますんでね、まあ多分当日はガチガチになって意味わかんなくなるんですけど、まあそんな中でも一言二言ぐらいはちゃんと言えるだろうと思ってるんで、まあまあその日を楽しみにしたいと思います。はい、ということで久保さんよろしくお願いします。第83話ですねごめんなさい。そしてもう一本久保さんから、シークレット限定動画が来てるんだから、今日4本来てたんですね。4本来てて、4本ずっと見てたらいつの間にか朝のライブの時間が終わってたっていうマジかみたいな普通に、そんなね、長い時間じゃなかったと思うんですけど、多分自分の感覚はちょっとおかしくて、多分途中で寝たり起きたりして見てたんで、あらみたいな、多分途中で寝て途中で起きて途中で寝て起きてって中で最後も布団の中で聞いてたんで、そうそう、ね、このズームタイタンがあるのにもかかわらずね、朝ライブチャンスを逃すっていうねでもそれほど多分引き込まれたんですよ、話が、今回のその3つの4つの話が、これなんかすごいこと言うとるぞみたいな、すごいこと言うとるぞみたいなね、いう感じずっと聞いてたんで、でまあしょうがないよなみたいなね、それ頃多分時間を忘れ、時を忘れて多分動画見てたんで、だから自分にとってはピンポイントの話、お話だったんじゃないかなと、まあ、思ったりもするんですけどね。はい、ということで第82話3つにわたり終わりました。はい、そしてシークレット動画に関しては今からもう一度見てお返事作ろうかなと思いますんでね。ということで、ありがとうございました。はい、じゃあ終わります。さて第83話、久保さんよろしくお願いします。と明日ズーム対談ですね、よろしくお願いします2つということで失礼いたします。それでは。